おはようございます。4月5日、モーニングショットをお届けしたいと思います。すいません、遅くなりました。ドル円ですが、131円の706575の売りで70の売りを指しておりまして、これが成立しておりますが、また80アッパー売ってみたいと思います。ストップロス132円の05で、利食いに関しては131円の、20をイメージをしております。ユーロドル、1.09 の3525の買いから 1.09 ちょうどでストップ、 1.098595 の利食いで、あと、ユーロ円でございますが、144円の、2535の売り、144の50のストップでございまして、こちら144の30の売りが成立をしております。ストップ変わらずで、144円の今、33ぐらいなんですが、40アッパーがあったらもう一回売ってみたいです。利食いは143の8070でイメージをしております。ポンド円、164の95、165円の丸5で売りから、165円の35でストップ、164の2515利食い。タイドル、1.24の6555の買いから、1.2435ストップ、1.25の3545利食いで、OG 円、89の3545の売りから、89の65ストップ、88の6555買い戻し、タイドル、0.673020買い、0.67ちょうどでストップ、0.679505で利食い。ニュージー円は、83の2515買ってみようと思います。83ちょうどでストップ、83の8595利食い、タイドル 0.632010 買い、 0.6290 ストップ、 0.638595 利食いでイメージをいたします。ニュージーに関しましては、 0.25% の利上げの予想に関して 0.5% ということで、大きくニュージーが吹き上がりました。その関係もあって、本来であれば戻ったところ売ってもいいのかなという感じでイメージをしておりましたけど、ちょっとニュージーに関しては今日はちょっと買い目線で見たいなというふうに考えております。大変本日遅くなりまして申し訳ございませんでした。モーニングショットこれで終了です。